皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学3年生の夏期講習歴史第10回目は信長と秀吉の時代、この時代について復習をしていきます。この時代を織田信長、豊臣秀吉、桃山文化、南蛮文化、この4つですね。織田信長、豊臣秀吉、桃山文化、南蛮文化、この4つに分けて復習をしていきます。ではまず織田信長からですね。織田信長といえばお城、琵琶湖のほとりに安土城という巨大なお城を建てましたね。そして信長が有名になった戦い、それは桶狭間の戦いです。この桶狭間の戦いで駿河の今川義元を破りました。今川の大軍に対して信長がわずか数千の兵でこれを破った、このことで全国に名前を知られるようになったんですね。そしてもう一つ、テストに出やすいもの、これが長篠の戦いです。長篠の戦い、なぜテストに出やすいかというと、鉄砲隊、足軽の鉄砲隊、これを使って武田軍を破ったんですね。絵と一緒によく出ますと。長篠の戦いで鉄砲隊を使って武田将を破ったと。甲斐の武田、これは騎馬隊で有名でした。とても強い騎馬隊なんですけど、これを鉄砲隊、足軽の鉄砲隊を使って破った、そういうことです。そして経済の政策、これは楽一楽座と関所を廃止したことがよく出ます。楽一楽座というのは座の特権を取り上げて一の税を免除して誰でも自由に商売をできるようにした、そういう政策、それが楽一楽座です。そして各地にあった関所を廃止して往来を自由にしました。まあ、信長がテストに出やすいのはこの部分ですね。信長が今川義元を破った戦いは何ですか？桶狭間の戦い、鉄砲隊を使って武田氏を破った戦いは何ですか？長篠の戦い。楽一楽座とはどういうことですか？座の特権を廃止し、一の税を免除して誰でも自由に商売をできるようにした政策と。交通の面ではどのようなことをしましたか？関所を廃止したと。このように口から出るように練習をしてください。では豊臣秀吉に行きます。豊臣秀吉といえば大阪城ですね。とても大きなお城を建てましたね。で、太閤検地を行っています。秀吉というのは一度関白になってそれをやめています。関白をやめた人を太閤というので、秀吉が行った検地、これ太閤検地と呼ばれるようになったんですね。どんなことをしたかと。それまでマスとか、この物差しって地方によって大きさや長さが違ったと。それを全国統一、同じものにしたと、ね、それから田畑の面積や、土地の良し悪し、石高なんかを調べる。で、耕作者、これも調べて検地庁に記入をしました。なぜこんなことをしたかというと、ここの田は誰々が耕していると分かればその人から年貢を取ればいいんですよね。ですからこの耕作者をちゃんと調べて検地庁、どのくらい取れるかを調べて検地庁にこう記録したわけです。そして刀狩りを行って農民から刀や槍などの武器を取り上げました。これで一揆を起きにくいという状態を作ったわけです。このように武士と農民を区別する、こういう政策を兵農分離と言います。豊臣秀吉ではこの3つが出やすいと思います。秀吉は何を行いましたか？太閤検地、太閤検地ではどのようなことをしましたかという、松や物差しの統一、それから田畑の面積や石高、土地の良し悪し、耕作者を調べて検地庁に記入した。それから農民から武器を取り上げた政策は何ですか？刀狩りと。武士と農民を区別する政策を何て言いますか？兵農分離と、ね、こう答えられるようにしてください。そして、信長と秀吉の時代の文化、桃山文化と言います。時代はこれ安土桃山時代と言うんですけど、文化の方は桃山文化とこう言います。ここで、よく出るのが千の利休ですね。侘び茶を大成した人、これ千の利休、これが出ますね。で、狩野英孝と狩野三楽、これ華やかな屏風絵、ね、襖絵、これを描いたということです。
それから出雲の奥にという女性が京都でこれ歌舞伎踊りを始めました。とても人気があったそうです。この歌舞伎踊りが江戸時代になって歌舞伎に発展するわけですね。さあ桃山文化で代表的なものはって言ったら千利休がわび茶を大成したと、鮮やかな屏風絵住まいで有名なのは加納永徳と加納三楽と、歌舞伎踊りを始めたのは出雲の奥にと、こういうことですね。で南蛮文化、これはスペインポルトガルから入ってきた文化です。当時このスペインポルトガルと貿易をしていました。これを南蛮貿易ね、こう言いましたね。この南蛮貿易によって日本に運び込まれた文化と、ヨーロッパから医学、天文学、工学術から西洋画の技法などが入ってきました。それからものとしてはパンとかカステラ、それからカルタ、メガネ、時計などが持ち込まれています。では全体的に復習していきますね。織田信長が有名になった戦いは何ですかと、今川義元を破った桶狭間の戦いと、鉄砲隊を使って武田氏を破った戦いは長篠の戦い、ね、絵もついてよく出ますよね。それから楽一楽座って何ですかと、これは座の特権を廃し、そして一の税を免除して誰でも自由に商売をできるようにした政策と、交通の面ではどのようなことをしましたかと、関所を廃止したと。で秀吉ですね、秀吉は太閤検地でどのようなことをしましたかと、マスとか物差しの統一と、それから、田畑の面積を調べて土地の良し悪し、耕作者を調べて検地帳に記入したと、秀吉が行った農民や刀槍を、農民から刀や槍を取り上げた政策は何ですか、刀狩りと、で武士と農民を区別する政策を何て言いますか、兵農分離と。門前山文化ではわび茶を大成した人は誰ですか、千利休、鮮やかな屏風絵や襖絵で有名なのは加納永徳と加納三楽と、歌舞伎踊りを始めたのは出雲の奥にと。で、南蛮文化では日本にどのようなものが入ってきましたかと、パンとかカステラ、カルタ、メガネ、時計などが入ってきた、文化としては医学、天文学、航海術、西洋画の技法などが入ってきています。今回は信長と秀吉の時代、この時代について復習をしました。皆さんはどうぞこの動画を参考にして教科書を使って、また問題集や参考書を使って歴史の復習をしてみてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。